ほんじゃ、リバーシーけど、CPU 難易度やばいが、マジで強くて、これプレイ回数162回ってあるんですけど、ガチで勝てないんですよ。多分100回ぐらいは挑戦したと思うんだけど。多分ね。多分100回ぐらいは挑戦したんだけど、勝てなくて。だからもう、目隠ししてやってやろうかなって思って、勝てないから。どうせ勝てないならもう画面見なくていいやと思って、ちょっと目隠ししてやってみます。GPU やばい。で、プレイするを押したら目隠ししますね。ちょっと待ってください。目隠し。あー、オッケーオッケー。目隠ししました。今、遊ぶだか、プレイするだかの場所にカーソルがあるんで、ここで A ボタンを押します。では行きます。多分ね、まあ、音だけ聞けば大丈夫だから。私が先行なんで、ちょっと皆さんには見やすいように、アシスト入れておきます。で、最初、カーソルどこなんだっけ？左上だったっけな？とりあえず、ここ置くか。あ、ここ置けねえか。ここが右下だと思うんだけど。あれ？違うか。待って、どこ始まりだ、これ。どこ始まりだ？ちょっと待って、一回戻るわ。ここが初期位置なはずだから、そのまんま、左で、違う。右、違う。ちょっとローラーするか。あ、置けた！やべ、どこ置いた今。ここか？ここか？ちょっと待って、一回、あれ？これ一番上じゃん。これが一番上だな。左上にいるはず、今。だから、8×8 の盤面だよね。だから、1、2、3、4。ここで、上から4番目の列にいるんだよな。で、1、2、3、4。ここで、真ん中の4つの左上にいるんだよね、今、カーソルが。で、さっきの感触を見る感じ、多分、ここら辺に置いたんだよな。だから、この下？よしよしよし。で、CPU がどこに置いたかなんだよな。おそらく、この、中央ら辺が、白になってるはずなんですよ。だから、一旦、ここは、置けたな。したら、この上とかは？あ、置けた置けた。多分、右側が黒で、真ん中と下側が白だと思うんだよな。うん。オッケー。この上。よし。この真右は多分もう黒置いたようなさっき。この下の下？ここか。よし。下？置けた。やばい、これ今どこ置いた？多分右側に置いたと思うんだけど。一番下まで行こっか、一回。ここが右下だから、2、3、4、2、3、4。4は絶対置けないよな。
3、2。2で、どっか置ける場所ない?ないか。この上は。ここも無理か。やべ。どこいたんだ、今。1、2、3、4。多分、上から3列目ぐらいに置いたのかな。やべ。この多分上側に置いてるんだよな、きっと。ちょっと待って、一回初期位置戻るわ。右下、2、3、4。2はまだいけないと。え?つまりこれもう、辺取れる ?2、3、4。辺はまだ取れないか。っていうことはそこまでまだ行ってない。これは序盤か?中盤か?石がどれぐらい置かれているかがまだ全くわからん。2、3。え、こっから上上がってみるか。あ、来た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 。上側が黒になってんのか?もしかして今。そしたらそろそろ下取れそうだけどな。2、3、4。ここら辺なんで取れない?もう置かれてる?もしかして。可能性あるな。置かれてて取れないとなると、この上に黒があるはずだから、取れない、もしくは置かれている。つまりこれは黒になっているか、ここら辺が続いていないかのどちらかだな。っていうことは、左側に白があるはず。ちょっと左下を初期位置にして、2、3。あ、来た。なるほどね。だから、こことここが空いてんだ。辺とその隣が空いてんだな。左側は。この上は?いけない?で、ちょっと、辺の隣の縦のライン取るか。辺はなるべく取りたくないんだよな。もちろん取りたいんだけど、ちょ、左上行きます。もちろん取りたいんだけど、なるべく取りたくないっていう。よし、来た。これ、だいぶ上だな。さっき黒を置いたところと近いところ取ったんじゃねえか?ダメか。ちょっと右上攻めてみるか。右上から、2、3、4、2、3。下。あ、置けた。あれ?これ、辺の隣だね?隣が辺だよね、これ。そうだよね。こっから、1、2。やべ。これ、取っちゃいけない場所取ったんじゃねえの、私。これ今、音がしないから、下の辺に当たってるんだよね、盤面。で、1個上がるでしょ?で、右行くでしょ?ほら、下の辺に、右の辺に当たってんだよ、今。つまりこれ、一番取っちゃいけない場所取ったな。角置かれてんじゃねえの、これ。やっちまったな。避けたかった。それだけは。まあいいか。角ぐらいくれてやるか。ちょっと待って、もう考えらんねえぞ。すいません、ローラーします。あ、来ました。右上からローラーします。あ、来た。ここどこだ?上から1、2段目の、1、2、3、4。だから、
中央らへんか。っていうことは辺取れるか？辺は取れねえか、まだ。やばい。来た！いっぱい取れたぞ、今。敵もいっぱい取ったんじゃねえか？ CPU やばいがいっぱい取るってことは、これ終盤ですね。この CPU 序盤、中盤、ほぼほぼ1個しか取ってこないんで、あららって言ったあれは、これもう物語では完全に終盤に差し掛かってますね。今もうガラガラって言わなかった。終盤だね。ちょっと右下に確かさっき置いちゃいけない場所に置いたんだよね。だからここら辺から物語を始めていきたい。もう右下は死んだと、死んだようなもんだから。誰がパスしてるこれ今。私パスされてる今。誰？私か。すげえパス地獄にあったな今。でも別に痛くもかゆくもないよ。だって画面見てねえから。左下から攻めていくか。いやこれどこも置けねえぞ。待って、パス地獄があったってことは置ける場所が1個しかない可能性があるんだよね。パス地獄あった後ってだいたい1個しかないから、これあったあったあった、今唯一1個置いたんじゃねえの。あれ、よし、これ上の方だな。よし来た。上の方に置けって言ってんだ。よし。よし。あれ？もうこれ上じゃん。あとどこだ？やばい。ちょっとローラーしますよ。置く場所がねえな。一個もねえな。これ絶対一個だけなんだよな。8×8。64の盤面で、マスで、一個を探し当てなきゃいけない。よし、来た。多分、この近くだよ。よし、来た。え？終わったな、これ。勝ったか？勝った可能性あるな、これ。ああ、負けたか？目隠しとります。54対10。なんか、パッとしない、パッとしない成績だな。つまりさ、私、目、見てやっても、見ないでやっても、結果あんま変わんねえってことだな。それはそれでショックだな。